この動画は2022年になってから編集した1本目の動画となります。旅行とかバタバタしていて投稿が遅くなってしまいました。さて今日は昨年末に到着した Android ゲーム機 GPD-XP のレビュー動画です。 GPD-XP は 6.81 インチのスクリーンを実装、世界初のモジュール式コントローラーを搭載した Android 11ゲーミングデバイスです。特徴的な脱着変更可能な右側のコントローラーモジュールは XBOX、FPS、MOBA のコントローラー3種類が付属していて、プレイするゲームに応じて付け外しが可能なゲームプレイに特化したデバイスになっています。気になる性能についてですが、アンチツベンチマークスコアは31万点台とハイエンドスマホに比べると若干控えめな感じとなっていますが、現状では重ためのゲームであってもプレイには支障のない性能です。内蔵ストレージは 128GB、 SIM スロットに SD カードの挿入が可能となっていて最大 2TB に対応します。他にも音質の良いステレオ、リニアスピーカーや 7000mAh の大容量バッテリー搭載など、快適なゲームプレイを行うために開発されたゲーマーのためのデバイスとなっています。サイズ感は映像を見ていただけるとわかると思うけど結構大きめで、縦の長さを短くした任天堂スイッチって感じ。重量もそれなりにあるので持ち歩くには少し邪魔だけど、スイッチを携帯している人ならコンパクトに感じるかもね。はい、そんな感じで大体の概要をオープニングでまとめたので、アクセサリーや本体などをチェックしていきましょう。GPD-XP の外箱ですが、かなりサイズが大きいです。なぜかというと、箱の上部に GPD-XP 本体が収納されていて、下部側にアクセサリーが収納されている。重箱スタイルになっているから。中国から輸入したので、かなりパッケージにダメージがありますね。綺麗な外箱が欲しいなら、国内の正規代理店から購入する方が良いかもしれません。値段はだいぶ高くなっちゃうけどね。蓋を取ると GPD-XP 本体がすぐに出てきます。液晶の保護フィルムにつまんで取り出すタブがついています。質感なかなか良いですね。本体は後にして付属品を確認しましょう。箱下部にはマニュアルやアクセサリーが収納されています。マニュアルを包んでいる紙の裏面に SIM ピンが付属していました。 GPD-XP はデュアル SIM に対応しています。だけど音声通話はできないんですよね。液晶の保護フィルムは付属です。中華スマホみたいに貼り付け済みではないですね。持ち歩くつもりなら貼っておいた方が無難な気がします。マニュアルは中国語、英語、日本語、3カ国語で表記されています。結構大きく広がるし、文字も大きいので視認はしやすいです。これは右コントローラーに脱着可能な FPS モジュールです。 FPS モジュールはスマホ画面をタッチして操作する FPS ゲームなどで、
ショットや武器の切り替えなど、物理ボタンの方が都合が良い操作を、このコントローラーに設定ができます。背面中央にトリガーのように使えるボタン、これは面白いですね。これは XBOX モジュール。一般的な ABXY ボタン、アナログスティックやショルダーボタンが配置されています。ショルダーボタンは上下配列なので、XBOX コントローラーと同等の操作性でゲームのプレイが可能になります。常用するのはこのモジュールかな。あとは 0.5 アンペアの USB-C 電源アダプター。それと充電用の両端が USB-C プラグのコードが付属しています。GPD-XP 本体、最初は MOBA モジュールが取り付けられた状態で箱に収納されています。全体的な質感ですが、ボディはプラスチックなんだけど、見た感じは金属のように見えるし、ボタンやアナログスティックなど、いわゆる中華ゲーム機の中では最上級レベルと言える質感ですね。 MOBA モジュールについてですが、これはただの蓋ですね。金属製なので磁石で貼り付きます。接続部には16点の接点があって、本体の右側の上下に磁石が設置されています。これ意外としっかりと固定されるので少し驚きました。 XBOX モジュールを取り付けてみましょう。モジュールは本体の溝に出っ張りを差し込んで磁石で固定されます。XBOX モジュールを取り付けた場合、幅が 233mm と一番長くなります。でもこのモジュールは汎用性が高いし、出番が多そうな感じです。 FPS モジュールは上側にボタンが5個縦に配列されていて、ショルダー部と背面中央部に5と6のボタンがあります。トリガーボタンは柔らかめですが、クリック感があり上質です。本体、モジュールの各操作ボタン、すべてがトップクラスの質感。アナログスティックの操作性も悪くありません。難点は、XBOX モジュールのアナログスティックが ABXY に近すぎること。ゲームプレイ時に親指が干渉するので、操作がしづらいです。スティックを少し中央にずらすと解決しますが、デザイン的には仕方がないかもしれません。サイズが大きく若干重たいから携帯性は決して良くはないけど、ハンドヘルド機としてはトップクラスのデバイスですね。それでは実際にゲームの動作確認をしていきたいと思いますが、まず液晶や音質についても最初に軽く触れておきます。映像を見ていただければわかりますが、解像感、輝度も十分に明るいですし、視野角も良好な 6.81 インチの IPS 液晶です。音質についてですが、本体下部の左右にウルトラリニアスピーカーを内蔵。ゲーム音やBGM の音質は良好に感じましたが、音楽や映画などの視聴だと中域から低域が弱く、若干キンキンした感じの印象を受けました。本体のパワーはここでオフ、ロー、ハイ、3段階調整が可能です。ハイだと結構うるさいですけど、冷却性能は高そうですね。まずは FPS ゲーム、コールオブデューティーのテスト動画です。Android アプリのゲームで少し重たいタイトルだと思います。
GPD-XP の特徴となっているキーマッピングも説明しますね。GPD-XP には左側コントローラーの十字キー右上にキーマッピングボタンがあります。このボタンは物理コントローラーに対応していないゲームであっても、スクリーンのタッチする位置を記憶させてボタンに割り振ることができます。コールオブデューティーのようなゲームはスワイプによる標準操作は有効ですが、スクリーンタッチによる武器変更や射撃などを物理ボタンに割り振る方が圧倒的に操作性は良くなります。キーマッピングボタンを押すと画面上に物理ボタンガイドが表示されるので、登録したいボタンを指で設定したい場所にずらしてからセーブボタンを押して記憶させます。ゲームしながら設定する必要があるので結構忙しいんだけど、自分のやりやすいマッピングが完成したら有利にゲームプレイができますね。まあちょっとチートっぽい感じもあるけどね。このゲームほぼ初見プレイなので、まだ操作性や設定に悩んでます。なんか違うなぁと思って配置やり直してるところです。のんびり設定していると撃たれてしまいます。ゲームの動作、再現性はどうですかね。個人的にはかなり良い感じで動いているのではないかと思います。練習すればこのゲームかなり楽しめそうですね。何より FPS モジュールが良いです。気に入りました。次は Android アプリ版の原神です。これは Xbox モジュールを接続してこんな感じに設定してみました。画面の設定は中ですが、戦闘でもキビキビ動いていますね。原神の場合FPS モジュール使っても良いかもしれませんね。画面も綺麗だし、動きも滑らかです。性能的には突出してないんだけど、バランスよく調整されているみたいですね。Android アプリのゲームなら、おおむね問題なく遊べそうですよ。はい、ここからは、エミュレーターの動作確認です。いくつかのコンソールを試しましたので、参考にしてくださいね。まあ、当たり前だけど、ファミコンは問題なく動作しますね。ちなみに、アプリはレトロアークを使っています。次は、スーパーファミコン。アプリは同じくレトロアークです。
ちなみに、コマンド系の入力ですが、アナログスティックより十字キーの方が出やすい感じですね。映像では、十字キーでも昇竜拳が全然出てないけどね。昇竜拳失敗の大パンチでフィニッシュ。次はドリームキャストです。これは私が持っているゲームデバイスの中で動作の滑らかさや映像の綺麗な感じが一番よく見えます。操作性も良いし、ドリキャスで遊ぶなら GPD-XP 使うことになりそうです。はい、おなじみ、プレイステーション。バイオス入れなくても、全く問題なく動作しますね。プレステはタイトルも、名作も多いし、いろいろはかどりそうですね。最後は、PSP から、ロコロコをテストしてみました。アプリは PPSSPP です。ゴッド・オブ・ウォーも確認しましたけど、実機並みに動作しているので、PSP ぐらいなら問題なく動きますね。撮影するの完全に忘れてたけど、Nintendo DS の再現性が良くて、ドラスティックってアプリ使ったんだけど、左右画面に現実的なサイズで2画面表示ができるので、GPD-XP と相性が良かったです。性能的には、PS2 や Nintendo Wii のタイトルも動作するみたいですけど、今回は発売しますね、追出しするの面倒だから。なんか動画が長くなっちゃったけど、最後に良い点と悪い点でまとめますね。 GPD-XP の良い点は、性能はミドルクラスだけど体感的には良い感じです。そしてスクリーンが綺麗で見やすくて上質。特徴となっている脱着できるコントローラーモジュールやキーマッピング機能、これは木を照らう感じではなく、ゲームプレイに実用的で秀逸です。動画内で触れなかったけど、バッテリー持ちも良いです。良くない点はあまりないんだけど、サイズが大きくて重いので持ち歩くのは大変かな。操作性の点で右のアナログスティックが親指に当たるのはいまいちだと思います。あとは付け足しだけど、音声通話ができないことと、ファンが少しうるさく感じることがあるかも。価格は高いと思うかもしれないけど、機能や質感的には順当だし、納得感もあるかもね。総評としては、Android ゲーム、エミュレータ、PC のリモートプレイなど、様々なゲームがハンドヘルドの気軽さで遊べる傑作のデバイスになっています。販売価格には少し躊躇するかもしれないけど、ゲームデバイスが好きな人なら手に持って操作すれば納得できるんじゃないかなと思います。
そんなわけで GPD-XP のレビューはこれで終わりです。ミカロさんもかなり気に入ってるし、悩んでいるなら買っても損はしない機種ですよ。それではまた次回の動画でお会いしましょうね。チャンネル登録やコメントしてくれると嬉しいです。それではまた次回。バイバイ。